はい、それでは今回のお話はヘビのお食事についてです。まあ、要はどうやってヘビは獲物を丸飲みするのかというお話です。これからカエルがヘビに飲み込まれる画像を流していきます。グロテスクかもしれないので、苦手な方はご覧にならないことをお勧めします。はい、ヒキガエルに噛みつくヤマカガシです。で、ヘビの口っていうのは、口じゃないですね、牙ですね。このように、喉の奥に向かって歯が伸びています。だから噛みつかれたりすると、無理やり、腕を引っ込めたり、逃げようとしたりすると、この牙が、まあ、釣り針のように引っかかってしまって、簡単に抜け出せないような仕組みになってます。こうやって逃げ出そうとすると血まみれになってしまいます。しかも、牙が口の奥に向いて伸びているので、なかなか簡単に逃れることはできません。はい、それでは手足のないヘビがどうやって獲物を飲み込むことができるのか。ヘビの顎というのは右と左それぞれ別々に動かすことができます。まあ、人間は、顎を別々に動かすことができません。まあ、試しに、右顎、右の奥歯、奥歯をしっかり噛んで、右の奥歯だけしっかり噛んで、左だけ上げるなんてことはできないと思います。で、ヘビは例えば噛みついて、右側の奥歯でしっかり獲物を噛みついたまま、左の奥歯を開けてさらに噛み直すことができます。まあ、要は右で噛んで左で噛んで右で噛んで左で噛んでって交互に顎を動かすことによって、まあ、獲物を飲み込むことができます。これが今、左側の奥歯を開けている写真ですね。なのでこの時は反対側の牙はしっかり獲物を噛んでいて、こっちで開けると、でちょっと牙がね奥に向かって伸びているので獲物を逃がすことができない。しかも自分が牙を外すときは外しやすいんですよね。で噛み直す、でも獲物は逃げない、でも自分は噛み直すときには外しやすい、そういう構造になってます。でこうやって足を飲み込んでいって徐々に獲物をカエルを飲み込みます。でこの時、まあ、カエルができる唯一の抵抗方法は体を膨らませて飲み込めさせないようにすることです。この時、ヘビのサイズが、まあ、ヘビって頭の 2,3 倍の獲物を飲み込むことができると言われているので、この時にこう食いついた獲物が自分の思った以上に大きかった場合、このまま飲み込むことができずに、加えたまま双方を絶命するっていうこともしばしあります。でこうやってまあ、抵抗むなしく体を膨らましても抵抗むなしく飲み込まれてしまいます。はい、もう末期ですね。ただこの状態でもヒキガエルは生きた状態です。で今は、右を固定して、まあ、左で飲み込もうとしていると思います。でこんな形で徐々に飲み込んでいくと、でこうやって牙がですね奥に向かっているから獲物にしっかり食い込む。でも自分が、飲み込むとき、まあ、牙を離すときは外しやすい、そういう構造になっています。でどんどん飲み込んで、まあ、こんな形ですね。で、まあ、蛇の、骨の骨格の標本なんですけど、蛇の骨ってこんな形になっています。下のところって骨広がらないんですね。だから飲み込んだ獲物というのはここを通っていくので、下の骨がつながってないからいくらでも蛇の体は横に広げることができます。こうやって飲み込んだ獲物は皮膚もね伸びる形になるので、自分の体より太い、自分の頭より大きい獲物を飲み込んでも、まあ、全然大丈夫ということになります。はい、以上蛇のお食事のお話でした。ちょっと今回グロテスクでしたが、いかがでしたでしょうか。ご清聴ありがとうございました。